滝くん、行く。今井の野球はつまんないな。田中より内容ひどいな。ほら、これもインコース投げないから外待たれて甘くなると長打になる。適当にからしもあげりゃよかったのに。5イニング連続デンジャーゾーン、得点圏。タッキー乱れてるのに、なぜ交代しないのか。田中は俺の打線だからと思ったが普通に良かったんだな。岸以外の球遅いやつ全員切れるから使っちまうんだよ。入らなくてもカーブ試すしかないだろこれ。ランナーありでポンセの中継ぎ適性を試せ。こんなポンポン長打打たれても交代しないし捨て試合だよ。追い込んでから投げさせる球じゃないんだよ。ボール先行で苦し紛れならともかく球威で押せるタイプじゃないのに要求も請求も甘い。だからさっきから高いんだって。終戦にふさわしい試合だな。なんで変えないの？試合と CS 捨ててるの？2桁打たれても続投とかどんだけ地蔵なの？何のために控え一杯入れてるんだよ。今井は割とワンマンなのかもな。短期の青山と衝突してそうではある。球場のファンの熱量と矛盾して選手は消化試合モードやなこれ。自滅じゃんタッキー、全然球がいかない。ご視聴ありがとうございました。